阿波県は、中華人民共和国四川省阿波、チベット族ちゃん族自治州に位置する県。県政府所在地は、チンにある。チベット語の発音に由来する、ガッパあるいは、ガワと表記されることもあり、これらは、収穫の意味を持つチベット語である。中国語表記の、阿は、その音者であり、日本で主に使用されている、阿波は、漢字表記の日本語の音読みである。阿バ地区に、 初めて行政区画が設置されたのは、当初に県南道に設置された168の紀州に遡る。阿波地区は県州都特府の管轄とされた。638年、土番の孫千安保が大軍を率いて、松州に至り、文政公使を迎えてからは、阿波地区は土番の支配下に置かれている。現代になると土管制が採用され、 地方官である土官は世襲されることとなった。明朝が成立すると、藩州栄の管轄とされ、永楽年間には上中川が松藩守るの、管轄となり三あと称された。新代になると、後期年間に松藩町が設置され、阿波地区を管轄した。1912年、中華民国が成立すると、松藩県の管轄とあり、11大部落、37。 小部落が形成され、あの名称で称されるようになった。1951年、国境内戦の結果中華人民共和国の行政権が及ぶようになると、12月に、研究のアクラ族自治区人民政府が設置された。1954年1月、西南行政委員会は、県の設置を認可、阿波県が成立した。下部に六鎮、九京を管轄する。 中華人民共和国成立以前の交通は、全近代的なアイロと牛馬による運送に頼る状況であった。1955年11月、中国政府は最初の近代的な道路として、上和航路建設を講師に衝動2本、県道3本を、はじめ 650km に及ぶ道路網が建設されている。また1952年には、 阿波有電局が1988年10月には電話回線の付設が行われている。阿波県の経済は遊牧業、農業、林業が主体となっている。中華人民共和国成立後はそれまでの原始的な遊牧業、農業の近代化が推進され、機械化、品種改良が行われるとともに、順位育成が推進された。 1960年代から1970年代にかけては大規模農園や林場が設置されたが文化大革命の影響により生産は停滞。1982年から採用された受け負い制により生産効率の向上が図られている。現在県内には夏季教育機関が設置されている。ありがとうございます。